間違いなさそうね。キューブを返して思い出の世界に行くのはあなたにと。そうなのか。無理すんな、リム。大丈夫。これは私がしたいからしていることよ。そこまでして私たちを助けてくれる理由があるの？本当にあなたの意志なのかしら。アオ、元気にしてたか、おめえら。あ、フランキーじゃねえか。ルイ、サニー号は完璧に修理しておいたぜ。おお、さすがフランキーだな。見に行くか、復活したサニー号。よし、行こう。サニー、よーし、サニーが治ったんならブルックを探しに行こう。ブルックだぞ。あいつまだ見つかってねえのか。そうなんですよ、私の体はまっ…いるじゃねえか。いや、ちょっと違うか。またおめえ、妙な姿にな。魂だけでもこうして皆さんとお話しできるのはありがたいのですが、肉体がなければ何もお手伝いすることができませんので、それが残念でなりません。皆さんの思い出の世界への冒険に私もお供したかった。思い出の世界の冒険、俺には何のことやらさっぱりだ。以上がこれまでの経緯よ。大体の事情は理解した。しかしその思い出の世界ってのがまるで想像つかねえな。行ってみりゃわかるさ。フランキーとブルックも次は一緒に行こう。そのためにもまずはブルックの体を見つけねえとな。悪いが、それはまだできそうにねえ。船の修理は完璧だが、シャークサブマージ3号を出そうにもなんとか方法を考えてみるが、もう少し時間がかかりそうだ。そうか。私も何かお手伝いしましょうか。と言ってもお話しするくらいしかできませんが。ありがとうよ。幸いにも材料は揃ってるから大丈夫だ。仕方ねえ。こっちはこっちでやることやっておくか。力を取り戻しに行くんだな。でかい像をぶっ飛ばして箱を取り返す。待って、そうしたいのは山々なんだけど、その前にちょっと行きたいところがあるの。行きたいところ、どこだ。内海よ。調べたいことがあるの。内海に何かあんのか、ナミ。エニエスロビーでロビンから聞いたことで思い出したことがあるの。ワフルドが空から落ちてきたっていう。ええ、そう。内海に気になるものがあるの。もしかしたらワフルドの成り立ちを証明できるかもしれないわ。そうか。じゃあ調べに行かねえとな。でも沈みかかってたサニー号を一人で直しちまうなんて、さすがはフランキーだよな。本当にそうね、フランキー。お疲れ様。そういや、さっきの娘は誰だ。あいつはリム、アディオとここに住んでる。箱を作れる面白いやつだ。箱？なんだそれは。それにアディオってのは誰なんだ。アディオは俺だ。服装はともかく頑丈そうなやつだな。お前もルフィたちの仲間か。そうだ、俺はフランキー、麦わらの一味のスーパーな船大工だ。俺はごく普通の探検家だ。よろしくな。アディオ、リムはどこだ。
サナ、今日はまだ見てねえな。お前たちと一緒じゃなかったのか。おかしいな。さっきはいたんだけどな。リム、どっかで休んでるのかな。きっとそうね。かなり疲れてるみたいだったから少し心配だけど、休憩の邪魔しちゃうのも悪いし。とにかく、ここが内海。炎の巨像じゃねえか。かなり遠くを飛んでるから大丈夫だと思うけど、用事が終わったらしばらく内海には近づかない方が良さそう。ここが内海か。いい景色じゃねえか。ウェザリアの風車にそっくりだわ。空島と同じ史跡。ワフルドが空島だったことは。それならやっぱり落ちてきたんだな。とにかくこれでここが元空島だってことがはっきりしたわ。さあ、アディオのところに戻りましょう。ほいっと、見ろ、アディオの近く、リムが戻ってきてるみてえだ。リム、どうしたの？あ、瓶の水晶玉がなくなってる。どこかで落としたのか？わからない。気づいたらなくなってたの。瓶の中身だけ消えちゃうはずはないのに。蓋をしっかり閉めてたってんなら。とすると誰かに盗まれた。ヨイサーどもなら可能じゃないか。瓶から弾を抜き出すくらい、あいつらどこにでも入り込めるから。確かに彼らならできるかもしれないけど、ヨイサーがそんなことをするなんて考えられない。まああくまで可能性の話だからな。他に手がかりもないし、探してみてもいいんじゃない。そうね、会いに行く価値はあるかも。あの水晶玉をなくすわけにはいかない。あれはあの子から預かった大切なものだもの。じゃあ行くか。面白猿から玉を取り戻そう。猿が奪ったと決まったわけじゃねえって。出会い頭に手出したりしないでよ。あなたたちも私の水晶玉を見つけたって、あなたたちの力が戻るわけじゃないのに。ルフィがあなたを助けてあげたい理由はきっとすぐにわかるわ。でも一緒に探してくれるのはいいけど、手がかりもないのにどうするの。あ、そうだろうな。さ、最後この辺。ああ、早速さ、俺が話を聞いてみるよ。なあなあ、リムの水晶玉がなくなったんだけど、俺じゃない、リムから取るなんて怖いことできない。犯人は多分そいつ。雷鳴の遺構の近く。リム、してない。こいつ見てただけだが一度。そうね、とにかくよし行ってみようぜ。なんでだよ、そんなことしねえよ。こいつがリムちゃんの水晶を盗んだっていうさ。チョッパー、なんて言ってるのか聞かせてくれ。まだ取ったと決まったわけじゃね。こいつなんか怯えてるな。俺じゃない、リム怖い。すっかりトラウマになってるみたいだな。俺たちリムの水晶玉がどこ。おいさおいさ、他にも犠牲者がいたのか。私は怒っただけよ。うるさいって言ったら勝手に木の上に逃げていったの。いっさ、またビクビクし始め。トラウマが蘇ったんだな。もう勝手に人を怖がらないで。それでその子だけど。ほいさ、そうか、
じゃあ待って、やっぱり何か変、なんだかリムが怖いと私たちに思わせようとしてるみたい。ええ、確かにそうね。そうか、よくわかんねえな。そういや、サニー号を修理してるとき、砂浜をツルツルしてるやつを見かけたかもな。よし、じゃあ。おい、いたぞ。この先だ。この子かしら。リムに怒られたのを反省して、木の上で1週間、お昼。そんな穏やかなエピソードじゃなかったぞ。こいつもなんかビクビク震えて、もう文句言わない。命ばかりはお助け。そんなことしないってば。あなたがリムの水晶を持ち出したの？いさ、おいさ、いさ、また犠牲者か。もうそんな話はいいから。そいつデルコングの。デルコング？やっぱりね。ヨイサーたちは私たちをリムから遠ざけようとしてるんだわ。どういうことだ？理由はわからないけど、とにかく早く水晶玉を取り戻しましょう。考えるのはそれからよ。うるせえ、俺はそんなことしねえ。いいさ。ゴル1号、くそ、俺の子分に何しやがる。もっといい名前つけてやれよ。お前がリムから水晶玉を盗んだのか。ボス？そのボスが何なのか。だからそのボスってのは誰なんだよ。ルフィ、気づいてるか。ああ、こっちに近づいてくる。え、近づいてるって。ドウェイサー、ドウェイサー、こりゃまたでっけえのが来たな。水晶玉は渡さない。おとなしく帰れ。間違いなさそうだな。ドウェイサー。おい、お前、リムの玉はどこにあるんだ。ドウェイサー。一瞬ひるんだぞ。ダメだ、どうしても渡せない。リムと海賊を一緒にメモリア。どういうことだ。あの水晶玉がメモリアへ行く鍵なのか。そう、確かにメモリアに行くには。でもドエイサーが相手なんて危険すぎる。みんなすぐ逃げて。でもあれがないとメモリアに行けねえなら俺たちも困るぞ。他の方法を考えるから。あの玉はお前の大事なもんなんだろ。ちょっと待ってな、リムちゃん、すぐに終わらせる。どのくらい力が戻ってるか試したかったところだ。みんな、お前の宝物は俺たちが取り戻す。よし、行くぞ。お前ら肩慣らしと行くか。二刀流、いよいよ羅生門。ドンギサー、ホイサー。私の番のようね。任せて。はっ。まずいわね、こいつ強いわ。よし、任せろ。次はこいつだ。サード、ゴムゴムのギガンドピストル。ドンギサー、ホイサー。俺の番だな。これはちょっと違うよ。みんなで力を合わせる。ドエイサー、ドエイサー、
これで大丈夫なはずだ。ありがとう。おう、きっちり型をつけるとするか。ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカー。全員力が戻ってきた。リム、お前の弾ってこれだ。ありがとう。でもどうしてこんなことをしても、あなた、私は海賊のあなたたちから力を奪った。そのせいでしなくてもいい苦労をすることになったのよ。なのにどうして私のためによくしてくれるの。私にはそんなの決まってんだろ。困ってる友達を助けるのは。友達、そろそろ戻って次の準備でもしましょうか。それもいいが、腹減ったな。サンジ、飯。すぐに作ってやる。と言いたいところだが、食材を調達してからじゃねえとな。よし、よし、じゃねえよ。何食わせる気だ。私がルフィたちの友達。私が本当に友達だったら、あんなひどいことしないわ。どうやらリムは怖がられているけど。そうだな、ナミさんの言う通り、嫌われていたのはむしろ俺。え、そうなのか。海賊と行動を共にするリムが心配で、彼らはリムから水晶玉を取り、あの水晶こそが不思議空間やメモリアに行く鍵だったから。なるほどな。鍵を奪っちまえば俺たちとメモリアに行けないようになるから。俺たち海賊からリムを遠ざけたかったってわけ。リムが怖いと私たちに思い込ませようとしていたのも。目はいいやつらってことか。さてと、リムの水晶玉も無事に取り戻せたことだし、アディオのところに戻りましょう。よし、じゃあ行くか。洞窟を抜けりゃサニー号がある砂浜だ。ねえ、私がみんなの友達だ。おい、アディオ。おう、戻ったか。次の移行の目処はついてるぜ。大丈夫だ、仲間も一人戻ってきたからな。そうか。じゃあ早速と言いたいんだが。どうした、何か問題があるのか。先日の嵐で橋が落ちちまってな。橋なら俺に任せな。そりゃ助かる。じゃあ材料渡すから、橋は頼んだぜ。任せときな。橋なら任せとけ。スーパーなやつをかけてやるぜ。
し飯だ飯。任せとけ。こいつで。お、腕が鳴るな。さあ食え。任せてちょうだい。わかったわ。いさいさ。いさん。いさ。ありがとう。いいもんがあるじゃねえか。到着。あら、何かあるわね。